インミュージック、お相手は夏焼きみやびと宮本かりんです。M ラインミュージックはオフィシャルファンクラブ M ラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回はこの2人でお届けしていきます。始まりました M ラインミュージック、夏焼きさん、かりんちゃん、よろしくお願いします。最近かりんちゃんはどんな活動をしていますか？5月に私の単独ライブが決まりまして、うん、おめでとうございます。ありがとうございます。それに向けて頑張ってるんですけど、はい、まあ、今回は宮本かりんライブ2022春アメジストっていうねタイトルでして、うんうん、まあ、今まで3回単独ライブやらせてもらって、うん、前回前々回は花の名前をね、うん、こうアメジストのところにはめていたんですけど、なんかそれは花言葉とかをいろいろこうもじってダンスシーンを作ったりとか、うん、こう花をね置いてパフォーマンスしたりとか、うん、そういうのも含めて、うん、まあ、やらせてもらったんですけど、うん、今回のアメジストっていうのはこうなんていうんですかね、うん、まずはやっぱりカラー、まあ、紫なのでアメジストが紫色の石なんですよ、うんうん、まあ、それがまず第一にあったんですけど、うん、石言葉もやっぱりね考えていきたいなと思ってこうちゃんと調べたら、うん、こう愛情っていうのが石言葉の一つにあって、うん、だからこの愛情っていうのをこうやっぱり皆さんに伝えられるライブになったらいいなという意味も込めて、うん、このライブタイトルにしましたし、うんうん、まあ、3回目になるのでやっぱり新しい挑戦をしたいなっていうのが自分の中にあるので、うん、今回は新しいことに挑戦する私もね、なんか皆さんに見せれたらいいなという、まあ、ふうに思っています。なるほど、はい、どんなことやるんだろう、楽しみ、ね、本当に楽しみにしててもらいたいなって感じです。でも初挑戦のことがあったりあったりするんだ。はい、それはもう見る方もドキドキだね。そうですね、楽しみにしててほしいなと思います。楽しみですね、うん。まずは M ラインスペシャル2022マイウィッシュから、高橋愛、田中玲奈、夏焼きみやび、宮本かりん、尾形梨沙がパフォーマンスしたオンリーユーをご覧ください。きっと白君がいつもの I love you、 大丈夫、君ならケーキングよ、強くなるの私じゃない私がいる、頭などさせない、愛の力見せてあげる、君は不思議無邪気なだけ、そんなとこが素晴らしいの、あ、こんなの初めて、愛の形知ってほしい、誰も彼も君のことをいっぱい大好きになってゆくのが現実、君の魅力、君の魅力、そこが魅力、そこが魅力、ほんの少し、ほんの少し、時にジェラシーだけど、今の君がこの世界きっと変えてくれること祈ってる、素晴らしい星に変えてください、愛しの君に一途な青く、大丈夫、たとえ迷っても諦めないでね、愛しの君が無限のエフォーク、ちょっぴり幼いけれども、揺るがぬこの想い、君を守る、時に寂しいけど胸の奥が熱くなるの、あ、誰も止められる、愛の力見せてあげる、君は時に
甘えてくる。そんな君にキュンとなるの。あ、こんなの初めて。愛は今も育てんく。今日も明日も君のことをいっぱいもっともっと知りたくなってく。君の魅力、君の魅力、君の努力、君の努力、何か少し、何か少し芽生えた気分だけど、いつか君がこの世界どんな人も笑顔で過ごせる素晴らしい星にしてくれるだろう。愛しの君がいつもの I love you。 大丈夫、君ならできるよ。VTR ではモーニング娘。の Only You をこの楽曲のオリジナルメンバーである高橋愛ちゃんと田中玲奈ちゃんとパフォーマンスをしました。何やらかりんちゃんはこの楽曲に思い入れがあるようですが、まあこの曲に限らず、うん、やっぱりこの時期の楽曲、うん、あの9期メンバーがモーニング娘。に加入して、うん、で、いろんな楽曲をかなり短いスパンでシングル発売してっていう期間だったので、うんうん、こう正直羨ましいというか、うん、特にやっぱり同い年のメンバーが未経験じゃないけど、まあ、ダンスとか経験してるメンバーもいたけど、うんうん、やっぱり研修とかもしてない中でポンと入ってデビューしてっていう、それがこういいなみたいな、うん、あ、そういう羨ましさもあったし、でかといって、うん、そのこの Only You という楽曲かなり何回か、ね、カバーさせてもらったことがあって、うんうん、で研修生の今でいう発表会みたいなところで、うんうん、私はちょっとね、あの研修生の発表会って誰のパートってがっちり決まるわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、田中玲奈さんのパートを主にやらせてもらったりとかしてたんですけど、うんうん、あのもちろんね、それも嬉しいんですよ、パートがたくさんもらえて、うん、であのいっぱいね、あの歌聴いてもらえて、うん、でパフォーマンスさせてもらってって、もちろん幸せなことだし嬉しかったけど、うん、でもそうじゃなくて、歌ありがなくてもいいから、うん、あのミュージックビデオの中の一人になりたかったっていうあのうん、うん、なんだろう、感情みたいなものがすごくあって、うん、で、あのもう二度とそういう経験はないんだろうなっていう、高橋愛さんも卒業されて、うん、田中玲奈さんも卒業されて、ほぼほぼもうメジャーデビューとはお二人とは被らない状況、うん、で、うん、もうあの活動したので、うん、絶対にないであろうなと思ってたことが、このもう私もハロープロジェクトから卒業したこの今なんか実現したことがなんかやばいなみたいな、軸歪んでんなみたいな確かにね、そう、あの本当に想定しなかったことみたいなことって起きるんだなみたいな、それが嬉しくて、あのきっと当時もそうやって踊ったであろうダンスの仕方でなんかこの時はやらせてもらいましたね。めちゃめちゃこう悪目立ちだよって言われるタイプだったんですけど、踊りすぎだよみたいな、もっと抜いてやった方がいいよとか、ね、そうなんですけど、もう今回は逆にもうガチガチにやらせてもらいました、うん、いや本当かりんちゃんのなんかパフォーマンスがすごいなんか力強さがあって、はい、ね、なんかこうなんか女性らしいしなやかな動きとかは、うんうん、最近なんか私の中でイメージがあったから、はい、今オンリーユー見て、うわ、なんかりんもすごいこうかっこよくね、うん、
男前の瞬間というか、はい、そういう姿も見れてすごく素敵だなと思いました。ありがとうございます、うん、続いてはビタースイートスプリングライブ2022から反省の歌をご覧ください。人間は怒ったりすぐに調子に乗ったりするし、それにふてくされてたりすぐに泣いたりもします。人生が急にどっか違う方向に進んだり、僕が知らないうちに誰かに迷惑をかけてます。人間は自分のことちょっとでもよく思われようとするし、いつの間にかいらない嘘をつきます。僕なんか知らないことも知ってると言ってしまうこともあるし、好きな人になかなか素直になれずにいます。頭じゃわかってる、そんなことわかっちゃいるけれど、なぜだか人に言われると無性に腹が立ってくる。人間は羨んだり他人を妬んだりするし、それに結ばれない人を好きになっちゃったりします。僕なんて急にどっか一人でフラフラ行っちゃう知らない誰かとたまに恋に落ちたりしちゃいます。どうかこんな僕のこと許してください。過去悪くたっていい、嘘も弱みも明け放ってく。楽曲でビタースイートがカバーをしました。先日リリースされたニューシングルにも収録されています。 VTR 見てどうでしたか？そうですね、やっぱりこうハロープロジェクトの楽曲とはまた違った魅力というか、うんうんうん、結構そのアコースティックな楽曲が多いじゃないですか、うん、確かに。でもやっぱりそういうのって声が目立つし、うんうん、音程とかも目立つから、そうだよね、本当にね、あのなんていうんですか、完璧というか音程も、うん、ハーモニーも、ずれないよね、本当すごいですよね、うん、すごい。なんかやっぱライブの魅力を出そうとするとやっぱ音程とかリズムとかちょっと狂っちゃったりとか、うん、なんかそれも結構そのアイドルだったりとかそういうののライブって魅力なとこあるけど、うん、なんかそういうのなしに
こうフェイクとか、うん、ハモリをちょっと変えるとかで、うん、ライブ感を出すって、あ、これがミュージシャンかみたいな確かにねいつも思うんですよね、うんうん、やっぱその回で回ごとにこう変えていくというか、そうそう、フェイクもね、やっぱ、あ、今の気持ちをこう出して歌ってんのかなみたいな、うん、時とかもやっぱビタースイートの歌を聴いてるとあるから、うん、そういうのがすごいなってやっぱ思うし、なんか2人の声って全然違うんだけど、うん、一緒に歌うとさ、すごいミックスされるよね、うん、なんかやっぱ聴いてて居心地がいいとか聞き心地がいい、そうですよ ね、うん、なんかハモリって本当にハモれてる時って一斉に聞こえるというか、うんうん、一本に聞こえるって言うじゃないですか、そう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 、一本に聞こえるんだけど、でもちゃんとどっちが下でどっちが上か分かるんですよね、そう、分かるの、それがすごいよね、あれすごいですよね、引き続きさ、一緒にこうライブとか出るから、はい、またこの M ラインのライブでもね、はい、2人のそういうハーモニーをいっぱい聞いていこうと、はい、聞いていきたいです、はい、思います、はい、なんだか照れちゃいますね。ビタースイートのニューシングル、ラブストーリーは始まらない2022、ぜひ聴いてみてください。続いてはこちらの映像をご覧ください。高橋愛です。田中玲奈です。夏焼みやびです。アルバムラフ&ピース発売記念スペシャル座談会、イエーイ、ということで、うん、今回は私たちのアルバム発売を記念して3人で座談会をしていきたいと思います。イエーイ。まずこのメンバーで組みますよって言われた時、うん、どう思いましたか。ほう、そうきたかと思いましたなんかそう想像しなかったというか、うん、なんかなかったじゃないですか、うんうん、組み合わせ的には、うん、ここはねよくあの卒業してからもねお仕事してたりしてたけど、うんうんうん、でモーニングじゃなくてこの元メリーズのみやびと一緒に組むっていうのが、うん、なんか新しかったから面白いなと思った、うん、そうやね、うん、しかもレイナが思ったのは、うん、愛ちゃんとはよくなんか TT やったり、うん、CM やったりできるやん、うん、でみやびは、うん、やっぱあーやけん、うん、さ一番初めにできたユニットで一緒に組んどった、ね、ここが違ったね、愛理だったね、そうそうそう、そうね、だけどレイナ中間地点だと思って二、うん、人とこうちょうど一緒に、確かに川の流れに逆らわない子だよね、なんていうのなんていうのこうだよねっていうことに対して、うん、そうだよねってちゃんと乗っかってくれるっていうか、わかる、ちょっと意外な、ごめんやけど、うん、すごい意外やったやっぱ見た目が結構派手めやけん、うん、なんかはいって言う前に一回いやでもとかってやっぱ入ったりとか勝手にねすごい柔軟じゃんっていう、そう、全部をちゃんと受け入れて、うん、OK ですみたいな、うんうん、確かにその印象あるかも、とにかくやりましょうみたいな、わかったみたいな、ちょっとリーダー気質だよね、あ、そうかもね、そうなのかなでもほら実際ピンククレスでね、うん、そういう立ち位置ですよね、聞いたことあるよ、みやびはリーダーやったやん、うん、ピンククレスで、うん、でもいやこうじゃんああじゃんとかのじゃなくて、うん、一緒の目線になって言うっていうの聞いたことある、うん、みやびが本当ですか、うん、すごいいいリーダーな、そんな感じ、うん、だからそのピンククレスやってた時は、うん、逆になんかリーダーっていう立場になったことがなかったんで、うん、なんかどういう風にその2人をまとめたらいいんだろうとか、うん、なんかほんとずっとわからないままいたっていう感じだったんで、うん、なんか今そうやって2人が言ってもらって、うん、なんか私ってそうなんだって今ちょっと自分でもなんか意外っていうか、うんうん、あ、そういう風に見られてるんだなっていうのはちょっと今発見、うん、これレナこう意外やけど愛ちゃんを知っておけんこそ愛ちゃんはそういう人ってわかるけど、うん、愛ちゃんこそなんかちゃんとはいってこう全部やってくれそうやん、うん、でも愛ちゃんはもうこれって決めたらもうこれって行く人になっとって、うん、いつの間にか、あ、愛ちゃんみたいにこう、うん、いやこうやって言ったらあれかな、いやこれは無理やろとかいう概念がないというか、ないかも、それが自分にないとかやけん、うん、あ、なんかすごいなって思って、うん、意外とあるけん、いや無理じゃないとかレイナこれ言ったらあれかなとかがあるけん、なんかすごいバランスいいなと思って、うん、確かに、あいちゃん何でもポジティブに捉える感じがあって、あ、そうかもね、うんうん、ゲームだと思ってる、すごい人生をどうやってプラスにやってやろうかっていう、いいねレイナがうちにさ遊びに来てくれたりもしたじゃない、うん、その時にやっぱ大人になってるんですよ田中さん子供だったわけじゃないんだけど考えてはいたんだけど、うん、もっとなんか頭を使ってて心配、逆に心配になっちゃう、大丈夫かなって思ってる、で一時期自分でも思いよったけど、うん、レイナもその思考を変えて、うん、
だって人生なんてすごい長いっちゃけん、うん、例えば今日この仕事きついねやだな、うん、なんか大丈夫かなって思ったことでも、うん、後から見たらすごいちっぽけな一日やんとか思うと、うん、なんか緊張する自分とかバカじゃないみたいな、うん、まあ、一応するっちゃけどライブ前とか大丈夫かなとかなるけど、うん、でもそれ楽しい緊張はいいけど嫌な時ってあるやん、うん、でそういう時は思考を変えて、いやこんな日なんて多分後で見たらほんとこんなこんぐらいの人生やけど楽しく行った方がいいやみたいにやっとなれたって感じ。すごい、つんくさんの歌詞みたい。あの最初の1ページってもうそういうことでしょ。だからこのすごい壮大なこと言ってるのに、あの人何食べたんだろうってちっちゃいこと言ってるじゃない、うん、その相対性というかさ、ザ・ピースね、ザ・ピースですよ、ザ・ピース。やっぱつんくさんってすごいなって。歌詞書けますよ田中さん。書ける、書けるよ。次アルバム出せたら。いやめっちゃ緊張した。めっちゃ緊張しましたね。なんか変なね。変な緊張感があって。絶対散りそうになったよね。だから。あ、最初。大丈夫大丈夫だ。楽しもうとか言ったら、うん、もう出る番やさんっていうね。そう、うん、いやでも楽しかった。うんうん、なんか、うん、MV とはまた違う。やっぱ、うんうんうん、歌うとまた違う感情が出てくるんだなって思った。しかもなんかね、初披露やったけど、うん、なんか初めて感がなくて。なかったかも。なんか、わ、初披露やねっていう、こう、ウキウキはあって。だけど、うんうん、なんか緊張というよりはもう何回もこの3人でこの曲歌ってますのなんかこう安心感というか、うん、まとまりがあったなってすごい印象やったけど、みやびは、なんか私は多分すごい多分一番緊張したのかなと思うんですけど、全然むしろ、ですか。なんかあの誤爆とかの感想の時になんか一瞬三角の形になるじゃないですか、うんうんうん、私がちょっと前出て、うんうんうん、ダンスはね難しいね。そう、うんうん、あの瞬間もうなんかすっごいヒヤヒヤするんですよいつも。なんで、なんか二人が見えなくなる瞬間めっちゃ不安になるんです私。そうなの。そうで、なんかもうこうやってやった時、待って待って待って絶対間違えられない、何回回すっけみたいな。そこに苦手。私もめっちゃあの瞬間どこで終わってこっちに行くんだっけ。わかる、レナも苦手や。そこ急になんかリハーサルの時とかは鏡があってやるんですよ、うん、だからなんか横に二人がいなくても見えてるからすごい安心感があって、うん、なんか落ち着いてできるんですよ、うん、でもなんかすっかりそれをなんか忘れてて、うん、あ、鏡ない、そうだってなるじゃないですか、うん、その時にこうやってやった時に、あ、やばい、いないいないいないってなって。そうだったんだ。急になんかパニックになって、うん、なんか不安予想が私もあって。そうですか。ダダダダダダダのステップが私未だに生きてないんだけど、本当にいつもドキドキしてる。なんかあそこなんか無駄に難しいよね。なんか難しいんだよね。なんか違うんですよ、難しくしてるんですよ二人が。本来はめっちゃ簡単なステップなんですよ。あ、そうなんだ。だけど2人がそう、うん、すごい難しいステップするんですよ2人とも。でもね、そのみやびの正解の方がそのダンスレッスンの時にやりよったっぽいけど、なんか難しい。わかんないんだよね。なんか間延びなんか間延び間がね、間がね、そのまでこうクーってするんだみたいな。そうなんかステップ踏みたくなるんですよ。ちょっと使ってほしいんですけど、そのステップのところ変な顔になる。なんか分かる、分かる、分かる、分かる。だから練習するときもなんかふーんってやった今日のキャラボケは何、集まってるみんなにストップとメッセージを送る、すぐ既読になり届いた言葉はずっと同じとかやってましたよね。そうそう、もうほんとどこにハマっちゃってちょっとハマったり、それって言われても、うん、何が正解かわからんと分かる。ちょっとゆっくりしたぐらいやもんね。うん、間延び、間延びさせたぐらい。続いては M ラインガチャトーク。このコーナーではガチャポンマシンを回して出たテーマに沿ってトークをしていきます。今回はどんなテーマになるのでしょうか。今回はこちらのテーマが中に入ってます。こうかな。あ、出てこない、出てくる。あ、よしよしよし、はい、来ました来ました。じゃん、ダンスの話。ダンスといえば、うん、私実は、うん、ハロープロジェクトに入る前にもう5年ダンスやってたんですよ。そうなの。そう、年中さんから実はダンスやってて、経験者、基礎みたいなものをすごいなんか教えてくれるんですよ。やっぱりアップとか、はい、ダウンとか、うん、それね、あのまとめてリズム練習って言うんですけど、うんうん、
で、それだけじゃダメだと、お父さんお母さんもやっぱダンスやるからにはちゃんとやらなきゃねっていうことで、うん、結構いろんなところのダンスの DVD みたいな、うん、ダンス練習 DVD、初心者用みたいな、うんうん、そういうのを買ってきてくれてて、うん、そういうのねあるんですけど、めっちゃ退屈なんですよ。もうずっと首とかだったらずっとこのままなんかずっとやってたりとかするから、うん、もうね、そう飽きっぽいし、うん、無理と思って、うん、結構すっ飛ばして、うん、できてないのに勝手に飛び級してたんですけど、うん、でも23歳になって、うん、いろんなダンスを経験してきて、あーちゃんとやった方が良かったなってそうからねやっぱでもちゃんと、ね、それもやってたからできたこととかもかなりあって、うん、あーなるほど、そう、あ大事だったなって思うし、うん、結構そのダンスの先生も、うん、たった2カウントしか使わないステップとかを教えてくれたりするんですけど、うんうんうん、できないメンバーとかもいるんですよ、うん、だから、うん、あ、うん、私はあの昔すごい嫌だったリズム練習したからできたんだなみたいな、あー今ね、そう、あの時はもうすごい時間があったから、あーもっとやればよかったなって思ったので、うん、まあこれを見てるね、もしダンス初心者だったり、うん、今時間があってやってるよって方はやってほしいなって思いますし、あとやっぱつんくさんのリズム練習がやっぱりありましたよね。懐かしい、あったね、うん、もうハロプロのコンサートのリハーサルといえばの恒例ですよね、はい、その場でみんなでつんくさんを見て、うん、後ろで私たちがずっとリズムを一緒に取るっていうね、そうそうそう冗談抜きで盛らないで1時間ぐらいやってましたね。1時間も全然余裕でやってたと思う。え、そうですよね、だから、うん、本当にいつ終わんだろう、そう、これまだダンスまだやってるのかなみたいな今になって、ああれができてたから、うん、リズム取れるんだみたいな、うん、いや思う、頑張ります、これからもダンス続いてはこちらの映像をご覧ください。宮本花凛です。宮本花凛ライブ2022春アメジストが開催されますということで、今回はライブへ向けて昨年行われました私のライブ宮本花凛ライブ2021ダリアからババフンの映像を私が解説をしながら振り返っていきたいと思います。これから後半戦まだまだ盛り上がっていきます。あーこれはね、あの衣装をねこのイントロで脱ぐっていうこの公演大成功してますけど、多分この公演以外は全部ちょっと失敗してステージの前の方に衣装がね残っちゃった感じですね。これね、あの後ろにね今はお茶ノーマンのねメンバーの4人がついてくれてて、このラップのところとかをね、あのもともと私全部歌ってたんですけど、ちょっとせわしないよねっていう話になって、この4人が歌ってくれましたね。すごい忙しい中だったのに、こういう振り付けも全部考えてじゃないね、覚えてね来てくれたし、すごいなって思ったし、立ち位置もね、実はジュースジュースの曲は私がつけさせてもらってて、まあ、手直しはねもちろんあの振り付けの先生がしてくれてるんですけど、だいたいねこうちょっとジュースジュースっぽく見えるようになってます。これリズムがね結構難しい曲だし、ラップが結構ね難しい曲なんで頑張りました。結構この曲以外にもジュースジュースの曲も歌ったりとかしてたんですけど、今回のアメジストもね、ちょっと誰の曲かわかんないけど私の曲だけではない曲も歌うかもしれないので、それも楽しみにしていただけたらいいなというふうに思っております。宮本花凛ライブ2022春アメジストをぜひお越しください。宮本花凛でした。M ラインミュージック、お別れのお時間となりました。はい、さあ2人でやってきましたがどうでしたか。いやでもあのさっきガチャトークしたじゃないですか、うんうん、これは全員に当てはまるかわからないんですけど、うん、ハロープロジェクトが好きなメンバーがやっぱり M ラインミュージック、うん、ね、いるじゃないですか、はい、だからそのなんて言ったらいいのかな、本当にめっちゃちっちゃいとこなんですけど、うん、どこどこの曲の、うん、この瞬間の誰々さんが好きみたいな、なんかありません？あ、なんか歌い方とかね、そうそうそう、仕草だったりとかね、絶
対ここだけはもう外せませんみたいな、うん、あるそう、なんかそういうのとかをなんか一緒に映像で見たりとかしたい、あ、いいね、あ、分かるみたいに絶対なるし、うんうん、なんか見てくださってる方ももしかしたらね違うグループの曲だったら知らないこととかもあるかもしれないから、うん、確かになんかちょっとそういうのやってみたいなと思いました。面白いかも、うん、振り付けとかもさ、うんうん、このグループはこういうところこういうなんだろうイメージがあるよねっていう話をして、うんうん、なんかなんていうの、まあ、その癖とかさその子の癖とかをこっちで解説していくみたいな、いやそうやりたいですよ ね引き続きねこのガチャトーク、うん、いろんな話が出ると思うので、そうですね、うん、なんか名物企画になりそうな予感が、ね、なりそうね、うん、M ラインミュージックでは話してほしいトークテーマ、うん、私たちに関するコメントなども募集しております、はい、もしかしたらねガチャトークのテーマとかもぜひぜひ、うん、書いてくれたら嬉しいので、うん、コメント欄にご記入ください。お願いします。この番組は毎週金曜日に更新されます。チャンネル登録もお願いします。ということで今回のお相手は夏焼きみやびと宮本かりんでした。さよなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか。次回はまた新たなメンバーでお届けしてまいります。ナレーションは田崎朝日でした。またお会いしましょう。ライブでさ、うん、あの振り付けコードしたやん、うん、やってましたね。そう何人かタグ付けはしてくれとっちゃけど、うんうんうん、ちょっとみやびお願いしますそうね、みやびお願いします。名前は付けたんだよね。そうなんです。改めてね決まったんで、改めて決めた名前はキチャマダンスっていう風に名付けました、うん、イエーイ、はい、かわいいだよね。そうハッシュタグでキチャマダンスっていう、そうですそうです、付けてもらえたらと思います、はい、なのでまあなんかそこの振り付けが、うん、なんかすごい、まあ、簡単っていうか、うんうん、まあ、みんなに覚えてほしいなっていうのがあって、うん、それでこのキチャマダンスっていうのが生まれたんですけど、はい、まあ、一回それやってみますか。やろう、やりますか。せーの、おいおいキチャマパチパチイエーイ。キチャマってさ今なんか考えたら何って感じよね自分やけど言ったらこれでさそういうもんだから名前ってそうだね、分かりやすいっていうか、やっぱこれ、うん、なんこの辺の名前の方がやっぱ覚えやすいそうね、確かに意味わからんって思いながらやってくださいぜひこれをね覚えてほしいですお願いします